すぐあの新作映画レビュー発見伝ということで、それなりに話題作ですかね。発見伝見てまいりました。虚と実が交錯する前代未聞のエンターテインメント超大作ということで、まあ、南総里見発見伝の作者滝沢馬琴の物語と馬琴が書いている発見伝のこの中身っていうのがこう交互にやってくるという映画でしたね。まあ、発見伝といえばかつて真田広之がね、やったあの映画が有名ですけど、っていうか僕もそれしか見たことないですけれども、南総里見発見伝ね、原作読んだことがあるわけでもないですし、今回のこの映画はその里見発見伝が原作ではなくて、山田風太郎がね、昔書いた小説があって、その里見発見伝を書いている滝沢馬琴を描いた物語とっていうね、そういうそもそも原作があってそれを映画化ってことなんですよね。まあね、どうだったのかっつったら面白かったですね。その長いですけど、ちょっと長すぎるんで、160分だっけ映画がね、2時間40分の映画なんでちょっと長すぎる、もうちょっと短くして全然問題ないんじゃないかなというふうに思うところは多々ありましたけれども、なんかちょっと邪魔だなっていうか、なんか長えなって思うところはありましたけれども、まあでも面白く見れたかなというふうに思います。まあ総合すると面白かったっていう言い方が正しいかな。滝沢馬琴パートと発見伝パートとあるわけですけれども、まあ正直ね、馬琴パートの出来がめちゃくちゃいいわけですね。馬琴パートはめちゃくちゃ良かったんですけど、発見伝パートの方はなんかいまいちだったということがあったんですけれども、まあ2つのパートを合わせて足したり引いたりした結果、まあまあいい面白い話だったのかなみたいなね、そんな感じだったかなと思います。まあ見てて面白かったけど、だからといって何かすごく心に残るお話だったかっつうと、別にそんなこともなかったかなっていう気も、しないでもないですけれども、まあ、この後はもうちょっ と,、ネタバレを含みながらお話ししていこうかなというふうに思います。まあ、ちょっと長いお話でしたけれども、面白かったんじゃないかなと思います。ということで、ネタバレを含みながらお話をしていきますけれども、まあさっきも言った通りですね、馬琴パートは非常に良い出来だったけど、発見伝パートがなんかいまいちだったというのがあって、2つ合わせてまあまあいい感じの映画だったんじゃないかなという感じなんですけれども、一番最初は発見伝パートから始まりましたよね。発見伝パートから始まって一番最初に僕が思ったことというか、まあ僕だけじゃなくておそらくみんな思ったんじゃないかと思うんですけれども、犬ひどすぎでしょと。いう感じがありましたよね。山犬でっかいね、犬が出てくるわけですけれども、犬の CG がですねあまりにもドイヒーだと、いう感じで、どうなっとるんじゃと。あんなにひどい CG の犬を出すぐらいだったら犬いない方が良かったのにと、いうふうに完全に思いました。失敗してるな。犬とお話ししてたじゃないですか、里見さんが。それもなんか目線合ってないっぽい感じするし、犬と目線が合ってないっぽい感じがするし、なんか中盤あたりで犬、中盤あたり？あれ？あ、最初の方だっけ？最初の方でね、犬が土屋太鳳の袖口を掴んでるって、あ、最初だよね。土屋太鳳の袖口をこう掴んでるっていうか、まあこう噛んで離さないみたいなシーンがあったんですけど、あのシーンもどう考えても変だし、その後犬の背中に乗ってパカラッパカラッてどっか行くんですけど、もうあのシーンも変だし、もう全体的に犬が、非常に変でしたね。なんとかならんもんなんでしょうか。あまりにもちょっとなんじゃこりゃという感じがありましたね。ドア玉がその犬変で始まったんで、おいおい大丈夫かよというふうに思って見てましたけれども、まあ後半につれてね、まあ犬あんま出てこなかったし、犬が出てこなかったから良かったという感じはありましたけれども、で里見発見伝自体はね、本当にファンタジーというかそんな感じだし、その
昔の里見八犬でもそうだったんですけれども、戦隊ものっぽい感じみたいなね、そういった部分が多いんで、まあこれでもいっかという感じがしないでもないですけど、やっぱり日本の CG はちょっとね、多少見てらんない部分があるというか、そういったところがあるなというふうに、まあ見てて思いますね。 CG はもうやめた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、ダメなんですかね。あの爆発シーンがいっぱいあるんですけれども、爆発シーンの爆発のこの爆発炎上の仕方がですね、どれもこれも全部このガソリンでこの大爆発しましたっていう感じの炎の描き方をしているんですけれども、あれで合ってるんですかね。もう戦隊もののね、オープニングの一番最後にドーンってねえあるじゃないですか、ドーンって、後ろで爆発しているあの炎ね、ガソリンがボーンってなってる、全部あの爆発だったんですけれども、時代的に考えてもガソリンっぽい感じじゃないような気するんだけど、ものすごく合ってんのかなあれで。まあ僕もあんま詳しくないんでわからないですけど、なんか違うんじゃないかなというふうにね思いながら見ておりました。まあだからその発見伝パートが本当にね、この滝沢馬琴パートと交互に出てくるから余計にそう思うんですけれども、本当になんつうかな、 2.5 次元的な映像というかノリというか、 2.5 次元ミュージカルとかあるじゃないですか、なんかあれみたいな感じのイメージっていうか、なんかなんだろうな、これいいのかなこれでっていうふうにねちょっと思いながら見ておりました。まあ発見伝パートはそれでね、まあちょこ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 入ってくる感じなんで、まあまあいいかと思いながらまあ見ておりましたが、メインとなってくるのは馬琴パートなわけですね。まあ虚実で言えば実の方の馬琴パート、役所広司とね、うちの西洋が出ているこっちのパートは本当に素晴らしかったなというふうに思いますね。この馬琴パートと発見伝パート同じ人が監督してるのかなと思うぐらい全く別物だったんですけれども、馬琴パートは良かったですね。まあ役者が上手いからっていうことがあるのか何なのか、その、まあ、アクション自体がね、あんまり撮るのが上手じゃない監督なのかよく分かりませんけれども、監督はこれはどなたなんでしたっけ。監督は反文彦さんという方で、あ、ピンポンの監督、でもピンポンぐらいか。まあ一明日のジョー、CG を作ってる人なんだ。どっちかっつうとこの人はタイタニックの CG アニメーターとして参加だって。そうですか。まあでも、まあ、正直 CG も、今回の映画に関してはちょっとなという感じがありましたけど、まあそんな感じの監督でした。まあどうなんだろうね。そのだから馬琴パートは本当に良かったです。ドラマとしても見てて全然問題なかったし、脚本も良かったと思うし、馬琴パートの脚本ね、脚本はどなたですか。ああ同じ人がやってるのか。なんだろうね、馬琴パートは本当に良かったですよ。それだけにね、発見伝パートがなんでこんななんかお遊戯会みたいな感じになっちゃったんだろうっていう感じがしますけれども、馬琴パートの中で僕が一番印象に残ってるのはですね、残念ながら馬琴のセリフじゃないんですけれども、これか、鶴屋南北東海道四谷怪談の、あ、ちょっとやめて、東海道四谷怪談の、作者ですね、歌舞伎の作者の鶴屋南北が言っていたセリフで、なんだっけな、有害は無意味よりも役に立つみたいなことを言っていたんですよね。役に立つだっけな、有害は無意味よりも意味があるだったかな、まあそんなようなことを言ってたんですけれども、おおというふうに思いました。原作にある言葉なのか脚本家が入れた言葉なのか分かりませんけれども、このセリフは良かったですね。すごくおググッといいこと言うぞというふうに思いました。まあ葛飾北斎は、僕は長野出身なんで、長野市出身なんでね、ちょっと多少北斎はちょっと身近に感じるところがあって近くにね北斎が住んでいたんで親近感がちょっとあるぞという感じがあったんですけれども、まあ見ていて面白かったですけど、その
最初にも言いましたけど、見終わって何か心に残ってるかとか言われると別にそういうことはないかなっていう感じかな。まあ普通に見て面白かったねっていう風になって終わる感じかなっていう感じですね。色味が映画の色味じゃなかったっていうイメージが残ってますけれども、どうだったですかね。結構普通のなんかドラマっぽい、 NHK のそれこそドラマっぽい感じの色味というか、そんな感じだったなっていうふうに思って、映画っぽい作りじゃなかったかなっていう感じが多少あったような気がしますけれども、な感じですかね。まあ本当にそう、なんつうの、普通に面白かったですけれども、面白い滝沢馬琴物語を見ましたっていう感じのお話だったかなというふうに思います。ラストね、滝沢馬琴がラスト死ぬんですけれども、死んだ後の描写がね、なんでこれやったんだろうっていうぐらいいらないラストでしたね。ラストの滝沢馬琴、死んだ滝沢馬琴が八犬伝のね剣士たちと一緒に笑いながらなんか天国に行くみたいな、なんかなんじゃそりゃみたいな感じでラストありましたけれども、あのラストいらなかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、正直そのラスト前にキャプションが出てね、お嫁さんが最後ね失明しちゃうんで、滝沢馬琴はお嫁さんがね、字もろくに書けないお嫁さんが代筆して、八犬伝は最後完成されたんだよみたいなところのキャプションが最後入るわけですけれども、正直あのキャプションもいらなかったかなっていうふうに思いますね。で、失明したんだみたいなところが結構予告では重要なポイントみたいな、そこがドラマチックな、すごく盛り上がりどころですよみたいな感じで予告では描かれていたんですけれども、そのあたりも結構さらっとしていたっていうか、失明したからといって何かすごいなんかドラマチックなことがあるわけでもなく淡々と進んでいったんで、このという感じですね。まあ滝沢馬琴物語というふうに見ていれば別にまあこんなもんでいいんじゃないっていう感じの映画でした。まあまあ普通に見れて面白かった映画だったかなというふうに思います。八犬伝の新作映画レビューはそんな感じでした。まあとにかくね、本当に日本の課題は CG ですよ。シン・ゴジラ、ゴジラマイナスワンはね CG 上手にできてたんですけどね、まあ CG を作る会社によってかなりレベルの差があるのかどうなのか、良しとする、これで良しとするその目標が低いのか分かんないですけれども、将軍あったでしょ、将軍はやっぱものすごかったわけじゃないですか。ドラマの将軍ね、あれはものすごかったんですけれども、将軍を見た後、僕直後ぐらいにですね、今度東京国際映画祭でオープニング上映する映画なんだっけ、オープニングの11人の賊軍か、これの予告を見たんですけれども、爆破シーンでね CG がしょぼいというのがおそらくみんな思うと思うんですよ。このしょぼい CG でも使った方がいいのか、しょぼいんだったら使わない方がいいのかっていうところはもうどうなんでしょうね。難しい問題ですけれども、なんか一気になんかそれまで例えば集中して映画を見ていたとしても、 CG がしょぼしょぼだとそこで一気になんか気が抜けるというか、集中力がそがれるというか、なんかしらけるというかね、そんな感じがあるんですけれども、どうなんでしょうね。その難しい問題ですなという感じで。おかしいよね、だって日本より全然さ、当然ハリウッドには比べられないとしても、ヨーロッパとか南米とかのちっちゃい国で作っている映画でもそっちの方が CG とかは上手に作れてるように見えたりするんですけれども、日本だけがずば抜けて CG が下手くそに見えるんですけれども、これはどういうことなんだろうね、よくわかんないんだけど、変だねっていう感じが、しますね。ということで八犬伝、まあまあ面白い映画だったんじゃないかなというふうに思いました。まあ、八犬伝パートのマイナスを馬琴パートのプラスがこう大きくカバーしたという映画だったかなという感じがしました。ということで、今回の新作映画レビューは八犬伝でした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。
さよなら。ワンワン。